こんばんは。ということでね、あ、石鹸どうも、うん、で今日は7月7日、7月7日のね、七夕ですよ。どうも。いや、今日はね、立ち合い行こうかなと思って、で結局えなってたら9万2000買ったっていう。ですごい悔しい思いをしたのがね、あのモンハンの新しいやつあるじゃないですか、6号機のあれのさ、その AT のなんか、あの AT のなんていうの、AT の状態で落ちてる台があったんですよ。なんていうの、そのあのほら、なんて言ったらいいんだろうな、あれ。まあいいや、あの なんていうの、あの AT をほらこうになるやつよ。なんて言ったらいいんだあれ。ハーフタイムじゃなくて、なんていうの、ロスタイムじゃなく、うん、なんか1000枚ちょっとぐらい出てたやつの、あの AT 準備中的なやつが落ちてたんだけど、店員がなんか呼び出ししてて、でそれで呼び出しって大体なんか15分から20分ぐらいであの片付けられるんだけど、なんかもうそこ立ってるのもさ、さすがに気まずいから、まあ超美味しい台なんだけどね、期待値ってすげえあるんだけど、でもなんかこうさすがにそこで待ってるわけにもいかず、そしたらなんかその店員が回収した瞬間、他のやつがなんかもうすぐ目の前で並んでるというか、でなんかすごいハイエナ感っていうか、めちゃめちゃ恥ずかしいからそれできなくてさ、結局そいつが打ってなんか300枚か400枚ぐらい出して、なんかすぐやめてたんだけど、もう期待値の塊だからね、あれは悔しかったな。さすがになんか待ってんの気まずいからね。あと鉄拳デビルでやっとあのフリーズ聞きましたよ。なんて言うんだろう、ロスタイムじゃなくて、なんて言うんだあれ。パチスロ打ったことある人しか分かんないと思うんだけど、あの AT までちょっと減るゾーンみたいなやつ、9万2000勝ちましたよ。うん、いやー、でもね、その台がね取れなかったのはすごい悔しいな。お金が落ちてるのと一緒だからな、ほぼほぼほぼ負けないからね。あんな状態でやめるやついるんだと思って、あのなんていうの、モンハンの一番新しいやつのさ、うん、あの なんていうの、あの疑似簿終わった後の状態よ。でほらすぐなんかあの討伐するなんかチャンスみたいなのがあって、でもそこのゾーンは増えるみたいな、でそれ討伐できたらちょっとした疑似簿が来てみたいな、そのちょっと、でもその AT に入るか入んないか分かんない状態のやつよ。なんていうのあれ、その状態でさ、やめるやついるのかよっていう。まあ確かに分かりにくいっちゃ分かりにくいかもしれないんで、うん、そう、なんだっけ、ロスタイムじゃなく、なんて言うんだっけ、声おかしいっすね。もうだからずっと今日一日一食でやってたんで、
今日は夜しか食べてないんでね、なんだくす、やっぱご飯食べないでずっとなんかやってるとやっぱりこうなんか声も発するのきつくなるのよ。まあ、ちなみに今横になってるんですけど家で、いやー期待値の塊なんだけどな。絶景どうも。いやー眠くなっちゃうぜ。眠くなっちゃうぜ。あ、インターバルかな。インターバルって言えば分かりやすいか。AT までのインターバルの状態で落ちてたんだよね。疲れたな。7月7日七夕ですよ今日は。いかがお過ごしですか皆さん。七夕の願いとか何もないっすね。願ってだって叶ったら苦労しないっすからね。あーやべ眠い。疲れたな。疲れたぜ。KP どうも。なんかね結構喋るのきついな。横になってるのと一日一食しか食べてないのね。疲れた。米をオートミールに置き換えたりやせた。あ、本当っすか。なるほどな。オートミール。
あ、でも疲れたな。やばい、疲れた。ダメや、マジで疲れた。まあ、とりあえず13日は、バーベキュー配信かな。あ、やばい、ダメ、眠い。ダメだ、眠いわ。ちょっと眠いっすね。寝るか。鉄拳どうも。眠い。まあ配信終わるか。ちょっと無理やり枠取ったけど、眠いはダメだ、きつい。眠かった普通に。やべえ、眠いわ。終わるか。ということでね、まあとりあえず結果報告だけ。うん。じゃあお疲れ様でした。ちょっと早いですけど。ちょっと眠いで寝ます。お疲れ様です。